音が聞こえる。そう、もう。足の方が良さそうか。足タッチの先、はい、バケツ低いというか、こうちょっとしゃがんだ方がいいですか、ね、あの子がどうなのかがわからない。やりながらいいんだ。はい。足やかむかもしれない。はい。あ、なんかアクションを起こしたら、はい、餌を上げるっていう。まずは、はい、なんかアクション、運動からアクションね、はい、こっちでもいいよな。はい、開けないときに餌をあげたい。口を開けてないって言うと、口を開けて何かをはにってするのが OK じゃなくて、はい、そのときは無反応で、はい、で何か当たったときだけ餌をあげたい。立場使わなあかんかなと思って。これか。あ、足をタッチにしてもいいんだけどな。はい。胸元にこっちから膝をタッチしたら餌。こっちから。はい。とにかく噛むっていう行動を繰り返しながら、はい、タッチの方へ。移行する、はい、そのためにはどうしたらいいかっていうのは、はい、やりながらになってるから、はい、こうやったら OK っていうルールはなくて、はい、はーい、はーい、彼女を見ながらやらなかった。はい、で彼女に合わせてどれが一番良さそうか分かりやすそうかっていう、はい、バケツやってみたけどもう無理でした。で、手やってみたけど噛みます。はい。じゃあ足でやってみようかって感じです。はい。胸元タッチして餌あげて、タッチして餌あげてってやってて、そのうちその足で彼の体に触れるようになったら、はい。はい。あんたが女の子として俺が足をパンって触って触っても気にしなくなったらさ、その足を、胸元のやつをどんどん上に上げていって、できたら口周りとかにこうタッチして触っていくんで、はい、触る練習でもあんねん、うん、今触ったら噛むとかさ、はい、触る練習の延長上でそのままタッチの方に移行していきたいなって思います。はい、あ、最初はすいません、下の方を
下の方で足をこういう形で当てて、それで例えばそうね、だからこれが赤ちゃんやってるから、はい、パンで当てて、ドンって当てたんで、はい、当てて、餌、当てて餌って言ったら、足で触る練習になっていいやん、それって、はい、足で触っても噛まない練習になってるか、はい、で、それをそのまま顔の方に当てていく、最終的に手腕を持っていくしていくことになっていくと思う。はい、わかりました。ありがとうございます。